ではね、パクみたいな感じでね、まあ、うちにその仕事しろとか言ってたよ。で、うち仕事してんねんけどね。彼には、そういうの仕事っていうふうにカテゴライズされてないだけやん。彼がそういうことやっても、実は仕事になれへん。だから、うちと同じことやっても、彼は評価されへんってことを表してる。彼が評価しないってことじゃなくてね、うちのことを。彼が評価しなくても関係ないからね。うちは彼とは関係ないから。うちはうちの仕事してるんだって。彼の評価を求めてないっていうことももちろんだけど、彼はうちのクライアントじゃないんですよね。でも、どうしてもというのはクライアントにするしかない。その時は高いよって、うちは本当にすごい専門家なんだよね。その筋ではね。でしょ？じゃあ消えたでしょ？ 値段変えたら消えたでしょ？いや、あんな値段じゃないけど、でもネット住民の方々は、これこのぐらいの値段だろうって思ったかもしれんけどな。それは違うね。いくらうちが日本国営天皇家と外交関係にあってもな。外交関係があるから、日本国の民法上の規定である公序良俗違反が金額に適用されんが、外国からの請求書やから、ネット上の請求書やからハンコもいらんし。さあ、だからそれ、弁護士に相談してやろな。じゃあ、結局、内訳教えろとか言ってきたけど、請求。だけど、内訳言うてもな、うちそ、うちからの請求はな、経費で落ちひんねん、うち。占い師やから。内訳なんか書いてもしゃあないもん。な、だから、経費で落ちるんやったら、うちらの支払いが何たらいいって向こうで。要するに、税金対策で使えるとかじゃないねん。税金、節税できへんねん。占い師の暖房払っても。実は。費用じゃないから。な、遊興費になっちゃうねん。風俗営業の一種やからな、講義の。占いってな。風俗でそれぐらい遊びましたよってことを表すね。あ、それやったらあれぐらいでもないやろ。あれはちょっとぼったくりもないやろ。いくら外国人に相手でも。いくら日本国が日本列島に、日本列島にとっては、いくら日本国が天皇家が外人でもな。日本国が外国でもな、日本列島にとって。だから、そのレジスタンス費でしょ。あ、それやったらそうや。賠償金ね。あ、それやったらそうや。賠償金を上乗せした金額なんか、ちゃんと程度でするんか。ちゃうやろ。で、それやったらそうやじゃないや。そう書いてへんし、そんな分が全然。な。巧みにそれ書いてへんやろ。だから攻撃型の、企業法、なかなか政治の世界にはいないよ。で、手放さへん。手放れ。勝ったんじゃないよ。手放さへんもん、企業がそういう人材は。で、まずいもん。いっぱい知ってるから。防衛の時だけな。弁護士頼むね。弁護士事務所の法律事務所。なんかバッグが畳められてもな。法律事務所の弁護士よ。で、防御型やねん。どうしそんな最初が分かって見切ってるやん。防御できよるやろうなーって。 じゃあ、もういっそのこと法律事務所のことな、散々にコケにせなあかんのにしか。めんどくさいやろ、そんな正義にはね。 なんでそんなことせなあかんねん。で、でもパクにそれ誘導されたら。 パクがもう思い切って、弁護士事務所雇っとるやん。雇ってるか。顧問や、顧問雇っとんだよ。お前だって。お前、犯罪やぞ、法律やぞって。弁護士からする気やつやろ。で、そこでうちがカチンときて、で、弁護士事務所の悪口言ったら、もう仕方がねえから。仕方ありません。じゃあ、友達の企業ホームに行って。抗議型の弁護士がいないこともないです。法律事務所にいろいろ当たってみますとかね。で、やっと攻撃型の弁護士や見つけたと思って、で、請求書来た。なんぼやろうな。攻撃せなあかんから。そんな弁護士の業務としてはそれこそ公序良俗違反やね。それを業務にしたらな。個人攻撃業務にしたらな。弁護士事務所、そんなにおらへんね。おったら、企業部みたいな弁護士が、法律事務所がおって、それに対してやりましょうとかって。それ自体が、そっちが公序良俗違反やね。
感じやねんけど。だから、企業からの攻撃はあり得るよな。その時に、でも、その、法律文句使われへんよな、向こうは。そやねん。法律だし言ってんだけどな、攻撃の時に法律文句使われへんねん。意外何それ、ヤクザヤクザ千葉を言ってる。それは西浦の方や、パクの方や言ってんねん。暴力団パクトナカイが法学士アマにキリキリまいさせられたのずやねん。法学士と元企業法務系ですから、こんな感じやねんっていうのをご紹介してんねんで、だから頑張って勉強して、弁護士とかそんな考えて、裁判官とか検察とかじゃなくて、企業法務か、面白いねって思ってほしいから、こんだけパフォーマンスやってんねんで。なかった？ずっと、意図わからんかった？その筋には分かってたやろ、絶対。だから、どうしよう大学にシャープとかね、やってたやろ。法学部、法律部か、法学士、企業法務。特許版、特許版、子、娘。なんだなんだこの人はって見る人いたわかるそうか、日本人の企業法務やってみろ、そこで挑戦してみろ、暇ならっていうアピやってんなーって今が気づいたうちそれ最初から言ったらよかったの、ダッサいやそんなだから言いたかったな、そういう企業法向けの攻撃型の弁護士が要さんおる政治団体がおんねん。実は外国。まあ、多分一個だけ世界に一つだけ。それがアメリカ民主党やねん。トランプじゃない方。あれは危険な集団やねん。トランプは危険な顔してるだけであってな。アメリカ民主党に気をつけろって話して。うちレベルなんかゴロゴロおんだよ、ここは。やばいぞあいつらっていう、その警告でこんだけアピってん、つまりパクテントじゃあんな子に転がされるよって言いたかったお前が転がされてんね俺に言うたらセクハラやで相手投げ足取るときにその法律用が使えるよ